こちらの方で、はい、あの無料で渡せるものも、はい、あのありますので、はい、ぜひ見てください。ありがとうございます。大阪本町の北御堂では今日午後8時までお米2キロやインスタント食品などが無料で配られています。新型コロナの影響で収入が減るなどして困っている家庭を支えようと子ども食堂を運営する団体などが開きました。協賛する企業や団体から集まった食料はおよそ2000人分。この催しは明日も午後1時から午後6時まで開かれます。